このアクシス90をヤフオクで落札してから15年。落札した時から錆びてたマフラー。ここら辺で一度錆落とししましょう。マフラーを外します。マフラーはエンジン排気口と車体右側にボルトで止まっています。マフラーを外す時は排気口側からやった方がいいです。続いてクランクケースのボルトを外します。外れました。かなり錆びてますね。タイヤ側の見えなかった部分もすごいわ。それじゃあ錆落としします。使うのは定番のナイロンタワシのスコッチブライトとスチールウールのボンスターです。とにかく擦ります。力の限り擦り続けます。
1時間以上こすりました。こんな感じになりました。今回はここまで。次回はマフラーを洗浄したいと思います。